はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。センチュリオンプリメラです。さあ本日なんですが、診断で実装されたセンチュリオンデッキ、作ってきたんでご紹介していこうかなというふうに思います。センチュリオンというデッキがどういうテーマかと言いますと、永続トラップカードで、自分たちが置かれて、でその永続トラップカード扱いから前にこうどんどん特殊召喚して展開していくっていうテーマになってまして、で、レベル4のチューナーとレベル4またはレベル8のモンスターを、くっつけてシンクロ召喚をしていくという、そういうテーマになってます。で、要は、4と8がくっつくんで、基本的にはだから10人シンクロが得意なんですね。で新規モンスターでこの、アークシーラとかレガーティアっていうモンスターが来ているっていう感じですね。で、センチュリオンのまずねすごくいいところ、これは、1枚初動というか1枚、コストいるんだけど初動がとても多いっていうことですね。プリメラートゥルーデア、それからスタンドアップセンチュリオン、エンブレーマー、カガリビ、これ全部同じ展開ができます。全て盤面がほぼ同じ展開を目指すことができる。まあアークシーラーを着地させてトラップカードをサーチしたりする動きが基本になるんですけど、全てを同じ動き、することができるので、とてもね安定感は展開にあると。で反面その安定感はあるんだけどそこまでなんですよ。展開力がねあんまないんですよね。純正で組むとセンチュリオンだけで組むと実はその召喚特殊召喚4回で終わっちゃうんですね展開が、2ビルを踏まないっていうめっちゃいいメリットはあるんだけど、逆にデメリットとしてはそういうわけ手数が出ない。例えば後手まくりとかは結構きつくなると思うし、そうなってくるとね。だし先行で相手の妨害を受けた時に貫通していくのも意外と難しかったりするっていう。でセンチュリオンっていう、ギミックがそういう特性を持っている都合上、いろんなカードと組み合わせることができるんですよね。例えばなんかその OCG にあるやつだと鳥獣武者と組み合わせたりとか、ホールズと組み合わせたりとか、ドラグマと組み合わせたりとか、今回また、後日動画でするんですけど、レッドデーモンズと組み合わせるとかいろいろあるんですけど、今回は純正にプラスして、あと手札やつですね、これをいっぱい積みました。1枚プラスコスト初動がめちゃくちゃいっぱいあるので、どんなことしても同じ盤面にできるから残りのところ全部手札誘発にできるんですよね。ここは手札誘発にするか、あと永続魔法とか永続トラップにするか、なんかそのこういうキャラカードいっぱい積むか、どっちでもいいんですけど、そういう風に組んでいくのも結構あり。で今回は手札誘発型です。これなんでこの構築にしたかっていうと、やっぱ後手のまくりを、ある程度ちゃんとまくれるようにしたかったっていうのと、先行で展開止められても一応手札誘発で耐えれるようにね、していきたかったからっていうことですね。永続に寄せればより先行強くはなります。はい、ただ後手が弱くなるっていう、ここは一応言ったんですかね。はい、ということで、早速センチュリオンの、展開見ていただきましょう。このアークシーラのね、これどうでもいい話なんだけど、見てこのアークシーラのここロケットすぎんロケットすぎるだろこれ。どうでもいい、デュエルスタンバイ。いやセンチュリオン実装されんの遅かったよね。絶対めちゃくちゃ遅かったと思うんだけどさ、これめちゃくちゃ待ちましたよ。これデッキビルドパックさんですもんね。これねセンチュリオンデッキのいいところなんだけど、まずね展開が簡単で、あんまり2ビルを、踏まないで4回くらいで展開が終わるっていうところがまず一番最強で、で初動が、増殖するじゃん、ありがとうございます。初動がかなり多いので、1枚プラスコスト初動かが非常に多いので、割と、事故りはしないというところで、反面デメリットは展開力がセンチュリオンだけだとそこまでないので、要は2ビル踏まないぐらいだからね。だから、良くも悪くもそこまでっていうところですねなんか手札上振れたら上振れただけめっちゃ展開できますとかいうデッキではないから、はい、これがねでもちょっとこういうのもあるね。コストさ、これ捨てたくないじゃん。でも捨てなきゃいけないんだよ、これスタンドアップセンチュリオン効果で。これ捨てなきゃいけないってのもちょっと、もう何も誘発ないと思うから、これチェーン的にこれ墓穴もうぶち込むわ。ほんでですね、一回これあれか、ガーゴイルですね、ガーゴイルをセッティングして、でガーゴイル前出します。はい、これで一応ね、あとねレベル変化しない、ウララケア、うるさい、止まれ。でウララケアが一応できるので、ガーゴイルの回収をチェーン2にすると、まあ強いっていう話。ここか、いけ、ロケットおっぱいセンチリオンアークシーラ
新境召喚成功時効果、あ、特殊召喚成功時効果とでガーゴイル効果、ガーゴイルはシンクロさんになると手札に帰ってくるってことだね。手札に帰ってきてで、アクシュラの効果発動して、センチュリオンのカードを持ってくることができるよと。でこれでファランクスっていう、まあ、相手のモンスターは表から表示モンスターかもう除外できるよっていう、カードを一応持ってきますよと。でこれで戦うことになるんですよ。これ見ていただいたら分かる通り妨害力足りないでしょセンチリオンだけだと妨害数なかなかね足りなくて、これがねセンチリオンのいいところでもあり、さっきから言ってるように悪いところでもあるんでね、まあ、今回はあのスキルドレインっていうカードをパカれば、まあ、大体大丈夫だと思うんで大体大丈夫だと思うんで、まあスキドレ引いてるもん勝ちだよねみたいな話なんだけど、増援はまあとりあえず一回チェーンしとくか。ちなみにこれあのね、あとあのごめんセンチュリオンのあの悪いところもう一個言い忘れてたわ悪いところバカ紹介してんだけどさこのトップ同時に間に合っちゃうんですよね。相手のターンで一応そのトゥルーデアとかプリメラみたいなもあのモンスターを特殊召喚していく関係上ね、これだから G 打たれるとこれ、まあ、これ今からちょっと赤切流したいんですけど、これがね、まあ、めちゃくちゃドローさせるんで、これでトップ地が間に合っちゃうっていうのもこのデッキのまあのポイントではある。まあちょっと今回増獣打たなかったんでよかったんですけど、でスタンドアップセンチュリオンの効果がなんかモンスター特殊がされるとフィールド上のセンチュリオンでシンクロ召喚が行われるみたいな効果あるんで、これで赤き竜を出しまして、はい、でこうしまして、で赤き竜ちゃんの効果発動する、相手のターンで、まあ、違う、モンスター対象にとってそいつの女と同じレベルのドラゴン族シンクロモンスター変身させるみたいな効果あって、でこれ戻す、うおシックの召喚あらよコスミックプレイザードラゴン、うおこれがセンチュリオンのエースモンスターです赤き竜がいた頃はこいつは赤き竜になってましたかかりはい、赤き竜がいた時代はこいつが赤き竜になって、あの赤き竜とカラミティがいた時代はここがカラミティになっていて世界が終わっていたと言われてますね。はい、さあこっちは増殖する銃打たせてもらいますよ。よろしいですか。よし通りました、ありがとうございます。手札には絶対入ってるんで、まあ割と、はいはい、オーケー。ポップレスはまあどうせ向こう吐かされるか、これ持ってこられる魔法トラップで、どうせ無効を吐かされるんでもうここに打ちます。で、スネークアイポプルスちゃんをの効果を無効にして、そのモンスターを破壊する。コズミックプレイザーはね、自分が除外されるのがめちゃくちゃ強くて、除外されてエンドフェーズに戻ってくるんで、必ずやっぱエンドフェーズにはまた戻ってきてくれて、頼もしい効果をもう一回次のターン自分のターンに発動できるっていうのがまあいいところですね、非常に。はい、さあ、おアディアベルスターか、オーケー、いいだろう。ちょ、分からせるか、そろそろ、そうそう、ちょっと分からせるわ。このゲームがどういうゲームかっていうことを分からせるぜ。うおーっこんな気合い入れてスキルドライン発動してる人いるかな、他に。おい、向こう向こう向こう、すべて向こう。いや、やっぱスキルドレインないよな。先行で強いモンスター展開した後にスキルドライン開くことでしか得られない栄養素っていうのが遊戯王にはありますからね。おっと、そのセットカードうざいな。そのセットがちなみにあの一番やばいことは、このスキルドレインっていうカードが発動されている状態でもコズミックブレイザードラゴンさんは効果が無効にならないっていうことですね除外して発動する効果なんで、スキルドレインかのかでもコズミックブレイザーめっちゃ仕事するっていう、これが一番強いところですね。コズミックブレイザーの他のモンスターにはできない除外して発動のまあメリットというか、はい、ちょっと一旦フェイスオブセンチュリオン打ちます。あ、ちょっともうこれ無限保養ケアできない、待って、無限保養打てねえか、これスキルドレインあるから。今無限保養は打てない、はい、強い。でセンチュリオンプリメラ、待って、これ何持ってるんだろう。あ、これいいか、センチュリオンプリメラ置きます。はい、これちなみにあのスキルドレインかでも展開はで別にできるんですよ。センチュリオンって永続魔法、はい、じゃ永続トラップカードの効果によって、前に出るっていう効果だから、これ一応まあモンスター効果のところには書いてあるんだけど、モンスターではないっていうあの例 の, あのよくわからない、パターンなんですよね。なんでこれこうしまして、でプリメラ前出します。
まあ、一応ね、ニビルはね、踏まないようにだけ気をつけたいですね。はい。ニビルっていうモンスターを踏んでしまうと、せっかくのセンチュリオンのいいところが全部なくなっちゃうから、これ今まだ1回目、これちなみにまだ1回目、で、2回目、はい。だって2回目ってか、コズミックプレイザーがあるから、これ、3回目か。これ4回目、はい。で、3500出てきて、はい。で、ガーゴイルと、まあ、一応フェイスオブも打っとくか。フェイスオブ効果。で、もう一回貼り直して、まあ、これはまあプリミラかなんかでいいかな。はい。こういうことです、これ。わかります？これ、なんかモンスター効果を一切使わずに、3500打点を出すことができるぞ。スキドレかで。さすがにスキドレ最強でしょっていう。それはセンチリオンじゃなくてもいいんじゃないかみたいな話もあるんですけど、これでなんかでも永続トラップカードでモンスターを展開できるところのメリットだね。ああ、スキドレちょっと3枚解禁してくんない？やっぱさ、エクスティングイッシュ鳴らしましょう。エクスティングイッシュ、これエクスティングイッシュっていうカードはレスキューエースがいると打てるんですけど、まあ、これをなんとコズミックブレイザー君無効にすることができて、で、スキドレからとモンスター効果無効になるんじゃないですかと思ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、スキドレはフィールドでモンスター効果無効にするんで、除外して発動してしまえば OK っていう例のやつ。これは強いですよ。さあ、ディアベルスターもぶち殺していく。ちょディアベルスターの効果を発動するか。手札がなくなると、手札がなくなってしまうか。大丈夫かこれ。デビルだ。踏まないっすよ、このデッキ。このデッキ2ミル踏まないっすよ。すいません、ごめんなさいね。握ってやがったか、2ミル握ってやがったか、あいつ。分からせた、マジマジっつえ、最強だ。めっちゃめちゃ強いやん。うわー、なんかめちゃくちゃいっぱい誘発はき、まあいっぱいでもねえか、これ泥ばっかかぶってるから。いやでも泥場をね、ターンしたいんで、ワンチャン破壊を打たれても強いみたいな話もある。炎王の正義、はい、琴王、はい。いやこれね、ちょっとあれですよね、そっから入られると泥場どうなんだろう。まあでも今キッキーはするか。ガル、うわガルドもういんのかよ。でも墓なんだこれ、墓穴強えな。これガルドに墓穴ぶち当てることはできるんじゃねえか。はい。で鳥、出てきて、鳥効果、まあドローランドロックワード、トリコーかドローランドロックワード。さあもう相手にカードを、あー、じゃあもう一回打つ。もう一回打ちますか。うわーやべ、墓穴されたきちい。ドローランドロックワード、墓穴されちまったきちい。マジ、はい。で、ドロバが無効になって、ドロバが有効になっています。はい、何を言ってるか分かんないと思いますが、ドロバーは今有効です、まあ、つまり、カードを手札、デッキからカードを加えることはできません、もうすでに。さあこれで、ポニクスちゃんの効果によって、カードを手札に加えられず、やつはレベル1がただいるだけみたいな話がありますね。ガルドニックスが一応めんどくさいな、墓地の。ちょっとこのターン展開するのやめてもらえません？展開力ないデッキあるあるんだけどさ。うわガネーシャダリー、うわダリー、あーガネーシャとかいうモンスター、プリメラ来たプリメラ来たー。いやーでもな、ガネーシャの効果使ってくんないから、結局スタンドアップからいってもあんまり意味ないか。ガンマ打ちたすぎ笑ったらけど、でもガンマ、まあこっから行くしかないか。ちょっと手札コストはあれだしな。まあこれ分かれてあったら多分ここに打つと思うんだよな。でこれで、あいつ起動して、ガルド起動して、多分このプリメラを爆破してくる気がするので、ガネーシャですね。はいはいはい。で、ガネーシャ効果、で、ポニー破壊する、無効にされる、ガルドニックス出てくる、黙れって墓穴する。いや、これワンチャン、ちょっと待って、伏せカード何？無限包容かな？まあ、大体無限包容なんだと思うんだけど、ちょっと黙れお前は。お前ちょっとマジで黙れ。で、まあ、包容であった場合は、まあ、なんとかなるか。なんとかなる
まあ一応打点高いのはできる出てくるけど、ちょっとあれだな、ポニックスタリーな。でスタンドアップセンチュリオン、スタンドアップスタンドアップ、いつの日も Always 日は昇る、メイのアーセイ、トゥルーデア、トゥルーデア、ガーゴイルパターン、トゥルーデア、トゥルーデア、パイセン特殊召喚効果発動したいです。さあトゥルーデア、パイセンは、エズトラップカード扱いの場合前に出て、でレベルが4個上がるよという効果。うるさいお前は黙れ。何？え、これレベル下がんの？俺レベル下がんない。レベル下がんないよね。なんかいや、レベル下がんないんだ俺。レベル下がんないんだね。これなんかこう永続トラップカードの場合の効果だから下がんないとか、そういうことなのか、ちょっとわかんない。もう適用されちゃった後は下がんないとか、そういうこと、ちょっとわかりません。これ最低的によくわからないんですが、レベル下がりませんでした。ありがとうございます。なんか無限包容を無駄打ちさせることに成功しました。うむ、作戦通り。嘘つけ。で、アークシーラーシックロ召喚、キョイーン。そしてアークシーラーの効果を発動。アークシーラーの効果によって、まあ、でもこれあれだよな、ちょ、いった、待って、ポニックスマジダリーな。ポニックスとかいうやつ帰ってきすぎなんだよ。とりあえずガネーシャはぶん殴って、まあポニックスしかいないんで今なんで、まあポニックス別にどっちにしても帰ってくるんであんま関係ないですよ俺は。で効果無効ですし、ガレーシャでテクションがしてもしなくても結局多分これ結果同じだわ。まあメイン2入ります。でこれカード1枚セットします、まあ、これでエンドですね。ターンエンディングストーリー&アークシーラー効果発動、まあ、プリメラ行かざるを得ナッシング、オッケー。まあちょっとリソースがまあ、若干足んない説はまああんだけど、まあいいや。で、これで、ポニックスが出てくる。で、ポニックス効果発動で、ファランクスって打つしかないね。炎王新天章が手札に加わっちゃうと、ちょっとやばそうな気配はあるんで、一回飛ばしてコストなくしといての方がいい気がするな。なんかリンク値伸ばさない方がいい気がするんでね。ちょっともう召喚もししてきたら、あと孤島のコストにもなるしね、こいつ。ちょっとさすがに炎王新天章を打たれる前にこのファランクスで孤島のサーチも入れさせないようにしてるわ。うん、ちょっとなんかこれが合ってるかどうかわかんねえ。これファランクスのね、良くないところはなんか帰ってきちゃうんだよね、モンスター。ちょっと待って、普通に除去した後もう二度と帰ってくるんだと言いたいところなんだけど、これね、帰ってきちゃうところがちょっとファランクス君のちょっと良くないところですね。はい。で、プリメラさんだけ一応出しましょう。でプリメラパイセンの効果をこのターンにも発動しておいて、プリメラはちなみにね、この召喚特殊召喚したらプリメラセンチュリオンカード持ってくるよみたいな効果あるんだけど、これ使っちゃうともうそのターンプリメラ特殊召喚できないで縛りがねあって、だからお互いのターンに1回ずつ出していくのが一番いい。はい、センチュリオンアクシーラー効果発動、まあ、これお互いのエンドフェーズにね、あのセッティングできますんでね。はい、これは強いですね非常に。でこっからちょっと一回でそうそう、また炎王新天章ダリーマジ増殖する G 来たスタマフェーズ、ファランクス効果、これを適用しなければならない。ちょっとマジ帰ってくんなって。ちょ帰ってくんなって、帰ってくんなし、マジ帰ってくんなし、ファランクスが一生除外してよ。ことは、はい、これはね、どうすっかな。シンクロ召喚しに行って、まあ、炎王新天章踏みに行くしか基本的にはないと思うんだけど、まあ、とりあえずトゥルーデアは特殊召喚したい。まあ、これに打ってくれるならそれはそれでいいし、別に騎士あるからね。ワンチャンもう一回、あーゾウジーが打たれて。なるほどね。やばいね。G はちょっと。やばいかな。 G はちょっとやばいかな。レベルを変化させましょう。いやこれ打つしかないか。なんかレガーティアで破壊しながらワンドローみたいな効果を打っていって1枚ドローしてなんかやばいかもしれないかな。レガーティア、ちょっと待って、このターンでなんとかしてキル取るわ。言うてちょキリンに引かれなければなんとかなる。マジであいつキリンとガルトニックス両方とも引かないと結構きついから、多分相手だ。意外とねいける可能性はあるよね。いける可能性はある。ちょっとキリンだけマジで引かないで。てかさ、炎王神天章ってさ、炎王神天章なのかさ、炎王神天章なのかちょっと分かんなくない。あ、どうでもいい。
これどっちかはぶち壊されるんでしょうがないですね。炎王神転生の効果によってちょっと、爆破されてしまいましたので、こっからあとはだから3000いくつですか、3300打点、3300打点、きっちマジ。ファランクス効果、特殊召喚1500追加されるで、騎士効果発動する、で出す、いやまあちょっと行くしかないですね、これね、これ出しに行くしかないですね、もうね、ちょっと俺腹をくりました、行きます。で、アークシーラー効果、ドロバ、これ来たの意外とでかいかもしれない、これもしかしたらドロバ、ちなみにあの自分のあの G、 自分で相手の G に打てるんで、この一気は。ほんでもうね、手札に加えませんので、ドローランドロックバードの効果を発動しまして、相手にドローをさせないという最強コンボ。ちなみに、センチュリオンは自分でドロバーを打って一応展開を止めることもできます、一応。ただちょっとあのアークシーラーの効果が入んなくなっちゃうっていうあのパターンはあるんですよ、まあ、今裏アルタでも関係ないですけど、これでこれ置きますよね、で出しますよね、出しますよね、いやーこれ足りねえもんな、これティフォン乗っけるのレガーティアだしな、合計だっていくつ、 66？ え、あ ガチで奇跡起きたゾウジワアタッカー対戦ありがとうございました。うわー、なるほどですね。いやこれやっぱキモい永続魔法罠入れるとやっぱちょっと後手がだいぶきちいよな。センチュリオンってさ、いろんな方あるんだよね、あのユーベリキとは、あの永続魔法トラップを入れる方と誘発型と、まあ、あとなんかいろいろ出張させる方、まあ、レッドデーモンズとか、まあ、あと超重武者入れるとか、まあ、ドラグマ入れるとか、ほんといろいろあるんだけどさ、センチュリオンって結構、まあやっぱ永続型はね、先行はめちゃくちゃ強いんですよ。先行はな、無限に展開した後にあのパカれば勝てるんでね、はい、強いんですけど、あとあのアクシーラで永続守れるからってなんだけど、だからちょっと後手がね、ちょっとね、やっぱ誘発いっぱい入れた方が、まあ、後手の勝率はね、それは高いよねみたいな話あるから。ガイストーチゴーレムだと、何いいカード入ってんな。ちなみにガイストーチゴーレムちょっと入れるね方のタイプのユベルデッキもちょっと動画にしようと思ってますんで、まあちょっとぜひね楽しみにしておいてほしいなと思ってるんですけど、はい、ちょっと最初のね動画はだいぶなんか超融合とかなしでなんかユベルっぽくなかったんだよね正直使っててあんま、まあ、強いんだけど楽しくはなかったから、あー、じゃあ俺もガイストーチゴーレムとか使いてんだわ。あー、本当は超融合とか、ちょっとの前待ってるくれ、頼む、ガイストーチゴーレムくれたわ、ありがとう。これ先行展開でガイストーチゴーレム使うの初めて見た。なるほどな。これあれなんですよね、一応相手のフィールド上に送りつけてこれをユベルで自爆特攻した、この状態であれですからね、ぶん殴ったら勝ちですからね、後手だったら。こういうねガイストーチゴーレムの使い方はあるんですけど、リンクリボー、なんか面白い展開やつ、これリンクリボーなんだ、まるで意味がわからんぞ。ユベルとユベルだと、何グスタグマックス、やばい、ちょっと、いや2000番来た、やばいやばい、ちょっと待って、あか痛い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 、なんだよこのデッキ、わけわからんぞ、どういうデッキだよこれ。こっからクロシープくんのか、あ、これでファントムオブユベルってこと。ニュビルケア遅すぎるだろこいつ、ふざけんな、あまりにも遅いニュビルケア来た、ファントムオブユベル、はい、でクロシープどうぞ。さあクロシープ効果でえ、俺こっからスネークアイエクセル展開されんの、マジ、ちょ何これ、わからんわからんわからん、なんやねんこれ、やばいって、あー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 
カレー術くれない来た。やばい。ちょっと相手のフィールド上に打点3000の炎属性いるか。話し合いましょうよ。ちょ待って、いやよくない、トーチゴーレムそうやって使うんじゃないんだって。トーチゴーレムの使い方間違ってるって。そんなバカな、ふざけんなマジで。